プロジェクト世界カラフルステージでプルタイムハッチメヒク。皆さん、9月と言ったら何を思い浮かべますか？お月見とかね、運動会とか、あとサンマとかね、いろいろみんな思い浮かべると思うのよ。ちなみにね、俺が思い浮かぶのは、特にない。いや、そうですよね、プロセカですよね。9月と言ったらプロセカだよね。はい、ということで。もう無理やり感やばいね。ほんとに。9月と言ったらプロセカとかそんなわけないじゃん。でも、みんな絶対言わないじゃん。9月と言ったらプロセカでしょみたいな。今でしょみたいな感じで言わないでしょ。だから、みんなが言わないことを言っていきたいと思います。もう9月と言ったらプロセカです。皆さんの頭にインプットされたと思います。さあ、ということで、今回はね、プロセカの動画撮っていくんだけど、新曲ね、来たんで、毎回ね、やってるんで、今んとこ継続できてるんで、継続は力なりということでやっていきたいと思います。こういう時にかっこいい言葉使った、ピスカ、言葉使った、ピスカ、言葉使った、ピスカ。でね、ミュージックナンバーっていうね、曲があるんだけど、この曲に関してはね、もうとりあえずやっていく？ここでベラベラ喋るよりね、多分やりながら喋った方がね、おそらくいいと思うんで、とりあえずカットで。さあ、来ました、ミュージックナンバー。このね、曲が、書いてあるね、作詞作曲。この声優さんかな？ちょっとあんま調べてないんでわかんないですけど、このプロセカの声優さんと音楽の人が合わさって作ったみたいな曲になってるみたいですね。これいきなりミスりそうになってんだよね、これ。いいよね、そこが。で、MV も制作しててね、めちゃめちゃね、クオリティ高いんですよね。で、ここのさっきのイントロの部分、今後出てくるよね、アウトロの部分がね、もう完全にポケモンっていうね。このなんか、ちょっとおしゃれな感じなんだけど、ちょっとポケモン感出てんのよ。なんかおしゃれだよね、そう考えたらポケモンの曲って。もうプロセカでポケモンの話する人多分俺ぐらいしかいないと思うんだけど。でさ、譜面も結構ね、あれなのよ、特徴的なね、なんかグニョ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 してんのよ。で、この絵のミクちゃんがこう、ちょっとね、曲もそうなんだけど独特なんだよね。さあ、サビ。まあ、ゆったりだよね。ゆったりにしてはね、29なんだよね、今回の楽曲。意外と高い。意外と高いよね。なんか、この曲の雰囲気だと、26とかなのかなと思ってたんだけど、まさかの29っていうね。あ、今のとこ好き。トゥルルルルルルルって、結構好きなんだよな。こう、なんかギターっぽいところ？ギターなのか知らんけど。でね、まあ、こう進んでいきます。で、MV も結構凝ってる感じがするんだよね。1枚の絵でこう動かしていくっていうよりは、ちゃんと絵が描いてあって。ちょっと影プロっぽいよね、ここの。色の扱いが、この黒とさ、赤と白っていう。でね、この曲ね、ちょっとね、俺タップ音ね、消してやってるから分かりづらいんだけど、あ、来ました、ポケモンゾーン。ポケモンゾーン来ましたよ。もうポケモンにしか本当に聞こえない。ちょっといやらしい、いやらしいですね。最後のところがね、結構難しい。この、なんつうの、トゥクトゥクトゥクっていうね、入れてくるのがちょっといやらしいっていうね。危なかった、ここ。釣りそうになったもん、手が。はい、ということで、フルコンボ、なんとできました。もう右上にね、俺のね、体力が、ゼロになってたから、初見じゃねえんじゃねえのと思ってる人もいると思うんだけど、初見だからね。本当に初見だから。はい、パーフェクト974のグレート14でした。フルコンボね、取れて嬉しいんだけど、フルコンボしてもランク B だから、ちょっとなえるんだよね。